風巻智香は、新人刑事の金田智子と共に、変死体が発見された古い木造一軒家に臨場する。死体となって発見されたのは27歳の女性をお出ししますみか。みかは2ヶ月前に母親を亡くしてこの家を相続していた。外傷がなかったことから、死因は毒物による中毒症状の可能性が高い。テーブルには大盛りの中華料理が残されており、 二人分の箸と鳥皿、カップ、天理薬があった。また、一方の食器だけ指紋が拭き取られていた。それを見て、容疑者は男のような気がする、と言い出す美智子住みの家の仏壇からは、住所録が見つかっていた。そこには、名前と住所、電話番号が記されていたが、それを見ていた美智子の手が止まる。 そこには、美智子の同性相手である西田徹と徹の友人、実相寺実の名前があったからだった。美智子は、徹から頼まれ、実相寺に警察の捜査が及んでいるかどうかを密かに調べていた。そんな中、風間と美智子は、住みが死亡した日にメッセージのやり取りをしていた個人のネット販売業者、名越哲也の事務所を訪れる。住みは名越に、 あなたを自由にしてあげる、うちで最後の食事はというメッセージを送っていた。ですがなんとサブチャンネルを解説。一つはゲームチャンネル、ティーフットボールプレイ動画をアップします。もう一つは Vlog チャンネル、車椅子で行った先々の旅の記録をお楽しみください。詳しくはこの動画の概要欄から。